シンガーソングライターの山下達夫、70、が23日、東京、FM、山下達夫の楽天カード、サンデー、ソングブック、日曜後 2.00、に出演。3月28日に71歳で死去した音楽家の坂本龍一さんを追悼した。番組では2週連続で、極史的、極史的、坂本龍一、追悼特集、として坂本さんの特集。16日の放送では坂本さんが参加した山下の作品を紹介。この日は坂本さんの仕事に山下が参加した作品や、山下が他のアーティストに提供した作品に坂本さんが参加するなど、坂本さんと山下が関わった作品を紹介した。親交を深めていた1970年代からの思い出を語りつつ、楽曲を紹介すると、山下は、感慨無量でございます。としみじみ。坂本くんは本当に仲良かった時代もありますので、本当に惜しい才能を、まだまだ長生きしてほしかったですけど、彼の名前を継いで、語って、い続けていたいと思います。と語った。さらに、政治的な心情は少し違ったことはありましたけど、彼が友人であることは何の変わりもありません。とも、ご冥福を心よりお祈り申し上げております。と追悼した。ネットの声、達夫と坂本さんは会ってすぐに意気投合したんだよね。この頃の二人は暇なミュージシャンだったから、達夫が坂本さんとさんが同棲していたアパートに転がり込んで3日3晩麻雀してたとか www。楽器も作曲もお互いに切磋琢磨してたり、そこに共通の音楽関係者がいてとか、この2、人の交友関係知ってるとラジオがより楽しく聞けます。大貫妙子、矢野顕子、大滝詠一、松本隆、YMO メンバーとか70年代から活動していた名だたる作曲家、作詞家、シンガーが繋がってるんだよね。坂本龍一氏の音楽図鑑の作品には山下氏も演奏で参加されてますが、その後に発売された1986年、坂本氏の未来派野郎の作品と、同年に発売された山下氏のポケットミュージックの作品を聞くだけで、坂本氏と山下氏の音楽の考え方と方向性の違いも見えてきます。達夫、教授、幸宏、矢野顕子、プレイヤーとしてこの時代本当にかっこよかったよ。最後に達夫が言った通り教授、幸宏も、のことはいつまでも忘れずにいてほしいな。ご、視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。